兵庫区の中心市街地兵庫区は神戸市中部瀬戸内海沿岸にある行政区。兵庫区にあった兵庫池栖。説明書図より、奈良時代、狂気によって雪派古白の一つ大林電白が築かれ、平安時代には平野清盛が大林電白を利用して京ヶ島をまた隣接する都として福原家を建造した。このため、市の谷の戦いでは、 兵士の北の陣営が築かれ、戦場となる。九南東部に位置する兵庫津は、江戸時代には、全国有数の規模を誇る港町として栄え、人口も2万人を超えていた。1868年の兵庫港開港の際には、開港による既存の港湾、市街の混乱を回避するため、宇治川島に位置する神戸村の神戸港が事実上の開港場となった。当初こそ、 平神と神戸と対等に扱われた兵庫津だったが、文明開化による神戸の発展は目覚ましく、兵庫津は1879年には自治体として神戸区に、1892年には港湾として神戸港に併敦されるに至り、兵庫は神戸市の一地域となった。兵庫津では1874年から1899年にかけて兵庫運河が開拓され、 江戸時代の面影が随分と失われた。神戸市街の拡張のため宇治川は早くから暗渠化され、神戸港への土砂の流入を防ぐため港川が1901年に玄火道に付け替えられたことで、神戸から氷津までが地続きとなり、より神戸と一体的な市街が形成されていった。明治以降は沿岸部に川崎造船所や三菱重工業神戸造船所が置かれ、 工業校の様相を呈するようになった。神戸空港開港後は国内外の主要企業の進出が進み、人口増加率は神戸市内で最も高く、単身者世帯の人口増加率は前年比141%である。長田区との草海近くにある地名の夢野は現存する風土期の摂津国風土期一分に見られ、この地の鹿であった夢野の鹿の伝承にある。 夢のの鹿は和歌の季語にもなっており参加集にも読まれている。ありがとうございます。